新聞の辺終わったなんや。じゃあなんえ、春ほんまに春と思わへんぐらい寒いよな最近。なんか気温高い日があってもさ、めっちゃ風吹いてて寒いとかの日が多いからさ、春ってこんな寒かったっけって思った。日曜日伝え朝行ってから行くから昼からよろしくね。あ、行くね。ありがとうございます。あと暖かくなるやって。うん、まあ、暑くなっていくよね、これから。もうほぼ。たまに春消えるもんな。花火はまあみんな、基本行ってないな。そう、家族花粉症やからさ。花見行ったらちょっと死んじゃうんよな、もう。ママも雨も、ママとあやめ花粉症やから結構ひどい。てか行けへんくて、お花見に。そう、春飛ばして夏になるし、秋飛ばして冬になる。一瞬で暑くなるし、一瞬で寒くなる。そう、花粉症の人、花見やばいよ。でも、なんやかんややってるな、意外と。もう、薬は絶対に、花粉症の薬は絶対飲んで、参戦してる。あれにしとこ、よし、よし。あみちゃんが宿題手伝ってもらうと困るって言ってた。やば、頑張れ。あみはでも多分字がバレますね。字が結構違うよな、みたいな。だからここはこうかなって教えたいけど、多分あやみよりあみの方が賢いから教えなくても仕事してくれ。バイバイ、いってらっしゃい、頑張ってください。9がつく日はくれば半額しなくて。あ、そうや、多分50円引きと 50% 引きがどっちが分からなくなってた。そやそや、尻尾見えたやろ。むゴマがいた。合わせなんか、そう、合わせなきゃいけへんねんけどさ、あやみの字的にあみに合わせるのがむずくてさ、なんかどっちも独特ではないけどあんまおらんような字やから、周りには。
髪がごま字、ごま文字、ごま文字で、猫じゃないよ食べ物の方のごまね、ごま、ごま文字で、ハミタンなんだよな。ハミタンはどちらかといえばなんか、かっこいい字の形してるシュッ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 みたいな。ミャンミの字体好きなんよな。ちょっと私はぶりね、昨日からやばいよな。昨日さ、なんかさ、一応折りたたみ傘はさ持って行ってたもののさ、雨ひどくてさあんま折りたたみ傘意味なかった。なんかさ折りたたみ傘ってさちょっとちっちゃいやんか、他普通の傘より。だからさ頭しかここしか守れんくてさ、斜めに降ってきた雨とかが全部当たってさ服びちょびちょになってた。ほんでよ、あの夜やから暗くて水たまりも気づかんくてめちゃくちゃ踏んじゃったし、ある程度のやつはさ町のさ伝統に反射されてさ、あ水たまりあるって分かんないやんか。もうちょっと浅いのとか分からんからさ、難かった。だから傘さされてみたいな、え分かる、そうなんねんなんか髪の毛の浅いことなんか昨日網あるよ、ジャンバー中に髪の毛全部入れたわ靴は、靴が汚れてはないけど靴めっちゃ濡れて、なんか泥汚れたけど次の水たまりで綺麗になってたそれを繰り返してた別に。でスイカもあのね、あれ靴下は濡れへんかってん、よかった。私服もジャンバーがさ、なんかそのジャンバー着てたし水そんな吸い込むようなやつじゃなかったから、よかった。それおかしくないかもう濡れんのが嫌やで、嫌くてさ、なんか濡れたらさ固まるっていうか絡まるやん、そこの濡れた場所が。だからそれがめっちゃ嫌やでさ、だから濡れないようにして帰った。でしかも毛先とかさ濡れたらさめっちゃ絡まるからさ、毛先をもう絶対に出てこへんようにしたうわ、なんや、何してたよ、なんかしてた、なんかしてたらしい。でもおもろいっていうのは多分分かった、多分おもろいのは分かった。いいな、あーそっか、なんかあれやもんな、確かにメラメラ、うん、メラメラかって決めれた気がする。こういいな、もうイヤホンガンガンゲームしたい。
ヤホンガンガンゲームしながら伝言ゲームしたい。あ、不正？なるほどね。不正してたんか。イヤホンガンガンゲームのさ、伝言ゲームがさ、アミの好きなさ、韓国じゃないな、韓国でオーディションしたけど日本のアイドルの子がさやっててさ、デビューしてから YouTube 上げててさ、その動画めっちゃ可愛かった。面白かったし、普通なんか面白そうやなと思った。なんかほんまに聞こえへんなって思っ聞こえへんねんなって思ってさ、イヤホンガンガンゲームやから口だけを頼りにするしかないやんか、口とか、はあ、ジェスチャーとか、ほんまにおもろかった。からあ、これ NNB でもやってんだ。でもキュウキでやったらおもろい、めっちゃおもろいことになりそう。寒い。お。え、冬？あ、見ました。さっきさ、配信始まる前にさ、なんか足が寒すぎてさ、あの足あったかくなる靴下履いた。久しぶりに履いた。最近はさ、春休みじゃないわ、何、なんか最近春になってきたからさ、なんか閉まっててんけどさ、今日が寒すぎてさ、やばい。日中な、あやみ基本なんかおるから、で明日は外おるかも、日中も。まあ明日のその日の気分ですわね。衣替え、そう。でもパジャマは衣替え してない。パジャマはまだ全部冬用のまま。まだ半袖は寒いからさ。薄い長袖も寒いから。あ、でも言うてさ、あれかも、あの普通のタンスもあんまり模様替えしてない、衣替え。嘘、30万ポイントいった？ありがとうございます、皆さん。あ、今15分やった、出てきた。イベントのことかと思った。皆さんたくさんありがとうございます。ここであれかな。だいぶ差も縮まったかな。さっき見たら10万ぐらいさありました。めぐみ、うん、アバター券やな。30万は。50がもうめっちゃでかいクマちゃん。イヤホンゲーム、ガンガンゲームで某先輩がいつかの夫婦とかで。え、どう
いつかのいつの日か分からへんけど、どの日かのうんうんが出てきたってこと。怖っ。元のお題何やったんそれ。やばい。無限もらえる。え、30ってもらえるの？50はもらえる気がする。でかいって書いてた。元のお題覚えてます。それマジ元のお題気になるな。なんでそうなってしまったんやろ。50万組、20万組、嘘、書いてることが違うじゃないか。え、なんでアバターの方がポイント低いやろ。そういうもん。実物だから。クマさんは写真もある。あれ、なんかまあいいや。クマちゃんでも伝言ゲームが完璧に伝わってんのにミスがむずうそやって。そうなるって。普通は実物やからか。実際に家に届くもんな。アバター考えてないって。ほんまやな。アバター考える。お、ほんとだ。3万。お前30万。3万やったやばい。まあ願いさあね。まあそうでしょうね。ここのルーム来たらアバター猫にしてほしいですって書いてるぐらいなんだから、猫系ですね多分。アミラその時何書きたいかによるけど、多分猫やで。アミはいつでも猫やと思う。どうする、犬やったら。アバターできましたって見せたら犬。まさかの犬。ゴミが入った。それか最初に気出して。にゃんと見事な。でこの喜怒哀楽、アバターで喜怒哀楽むずない？4体3匹やな。猫3匹。どんな感じに描くやろ。そう、なんか猫3匹にミラーボールは絶対やろう。ミラーボールはマジ絶対つけたい。猫に持たせるか、ミラーボール。
カリピネコタンでもいいし。わ、夢広がるね。でもさ、このままさ、最終日までさ、ずっとさ、2位キープしとったらさ、もう一個アバター作れるよ。ほう。そうなったらどうしよう。そうなったらもう自分にしようかな。あと職場の未来、職場のミラーボールやからな。難しいね。まあまだいざ本当に書くってなった時に考えましょう。これ書いてくださいって言った時にいっぱい考えよう。じっくりじっくり。アバターだからね、皆さんがつけてくれるかもしれへんから、ちゃんとなんか、うん、ちゃんと考えます。でも今意外と眠気はないのよ。顔がすごい眠そうやけど。ただね、人気投票できるね。アバターの革残よ、初めて聞きましたね。布団から出れません。わかります、寒いよね。なんでこんな寒いかは知らんけど、春だよね。マジで聞きたくなる。ちょ、聞いて、今日なびっくりした。ほんまにこれ今ちょっとあのちゃんとした記憶が今パッと降りてきてんけどさ、今日夢見たんやんか。コンサートの夢、コンサートってかフェスかな、いや公演、いやコンサートかな、何っけ。そう、あのダンをみんなで踊る、ダンを50何人60人ぐらいでみんなで踊るっていう夢を見て、マジで恐怖やった。構成がさ意味不すぎて、なんかダン選抜メンバー以外は周りでさ踊るだけやんか。それが謎や、なんか不思議やってん、振りだけやってたら。昨日佐々木さん、本当に佐々木さんでした。バイクとでぶつかったのは、バイクと家が合ってるのはぶつかったぐらいの方やから。そう、昨日のママのバイクはほんまにバイクか分からへん、中身ぶつかったかったかもしれん。ぶつかってないけど、まだ。なんかすごい不思議な、BKB って何？え、何それ何それ、 BKB って何？あ、なんだっけ、昨日 BKB のあれ話題からバカになったんや。バカにつないじゃったんや。
かバイク川崎バイクさん知らない、え知らん、え顔見たら分かるかな、どうやろ、分かんねえ、え何何の方？なんか顔見たらわかるかも。バイク川崎バイクという芸人さんはちひさんし、あすごいすごいちひさん、お笑いのか、お笑いの方はうん。顔より芸風、うん、え一期生さん、一期生さんやったら分からんかも、ビケビの説明むず、マジ、また調べとこ、あビケビって略か、バイクバイクさんか、なるほどね、じゃあでもさみさあのさなんかさしょ受かる前行ってたさコンサートほぼ記憶ないねんとだってもう小5小6とかやねんやんか、あ記憶はあるけどなんか何やってたかは覚えてるけどなんかそんなゲストの方とかも覚えてないし、瀬戸里もまあ瀬戸里ある程度覚えてた、一番覚えてんのはあのまだ声出しちゃいかんかったやんか、みたちがコンサート行ってた時はで、でミルルさんの卒業コンサートの時にさやかさんが出てあの出演来てくださったじゃないですか、その時にあやみとママと一個開けて隣、まあ、一個席がいなかったか分かんけどなんか謎に一個開いてて、でその横の人がめっちゃ号泣して、あのほぼ隣3人でめっちゃ泣いてたあやみはもう感動となんかもう謎の涙、感情が込み上がっなんかグインってきた、まあいつでも泣いてマジでさ世代交代でも泣いてるし、知らない人と並んで3人で合流しててさやかさん出てきてさあねーって言ってた、あやみたちはかわいい、どうしようかわいいって思ってたけど、隣の方はそうやねって言ってた親子でさ号泣してるのもおもろいしさ、なんかしそれプラス横の知らない人と泣いてるのもおもろい、その人からしてもさなんか知らない横の家族と一緒に号泣するのなんか謎やろうな3人がそういう号泣キャンプ、もろちょっと悲しいじゃん、号泣ってあっていろんなね、旦那が泣きすぎて泣けない現象でさもうさ一気になんかもう同時に泣いたからさ、なんかもうでしかもさ嬉しすぎてさなんかもう隣の人気にする余裕なんてなかったもんね、
ばかった、マジで。何しちゃったっけ。なんかね、それがマジで覚えてる。いや、ジョエリーじゃなかった、普通の一般で投げた気がする、コンサートは。だってあのコンサートやったらさ、一緒なんか2人分で投げるから隣やんか、やから別にジョエリーじゃなくてもいいやってなって、しかもまあ別にね、うん、コンサートやったら上手じゃない方がいいかなって。でめっちゃ言い過ぎやってん、あの なんていうのどこやったっけ、あそう、お情報やったっけ、あ情報やの、情報でやってる時にやって なんか2回やったやん。2回っていうかな、あれは。まあ1ステージと同じところで上にやってで、マミたち上やってんけど真ん中の真ん中で、なんかコンサート舞台がここにあったら、情報って情報コンス、あのステージここにあったらこうなってるやんか。でここのステージの真ん前のあの高さでいう真ん中やって、めっちゃいい席やってさ、遠かったけど。でもさ望遠鏡さえあればさ、ステージをまっすぐに見えることができてんやんか。だから誰かが誰かに隠れることもなくて、上から見てるから人の顔もみんな見、メンバーの顔もみんな見えて、めっちゃいい席やった。やばいよね双眼鏡、望遠鏡って何？望遠鏡が何？双眼鏡、望遠鏡一緒や。望遠鏡はちょっと遠すぎた星とか見る長いやつ、うん、遠いな顔ドアップになっちゃう。さコンサートの時ってさ、押し見失ったらマジで戻るん大変よな昔締め切り席っていうのもあった、裏紙とかもつけていいな。だからあれなんかあのなんていうその待機中の様子とかってことやんな多分。ああ、なんだっけな。ATC やったっけ ？ATC にもさ、めっちゃステージの裏側にあったわ客席が。そういうとこから見れるってこと？いいね。あれだ、水飲んだりさ、ATC や、ATC ホールみたいな名前じゃなかったっけ？なぎささんの卒コンの時もうあれ ATC、 あ、握手するとこや。待って、どこやったっけ名前、握手ATC はあれや、違うもういろんなとこいろんな名前ありすぎてどこがどこか分からへん。 TTC なんか泣いてるみたいやなそれ。 TT あースマイティ T どこやったっけ、
汗汗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 そう、そこはウラニーも、まあ、使えてなかったけどウラニーあった。そういうとこ、なんかそういうとこを解放してるってことやんな多分。で、うん、水飲むとことか待機中の様子とか見たりするってことやろ。早着替えの場合はマジで全力ダッシュ、やばい。からクリスマスコンサートの時にあやみたち、あのなんかなんやろ、こうブロックブロックごとに MC をやらせ、 MC っていうか演技演技をやってて、で一応その下に次の衣装は着てるけど黒いコートを全力ダッシュで脱いで履けるっていう、あ履けてマジで走りながら脱いでたりもしてたし、コートあれはほんまに早着替えがめっちゃ大変やった。とはあれやな、急ぎや、あのステージ広いやん、だからめっちゃ急いでた。なんか一番最初の曲が始まる前のやつは端っこ、端っこって、うん、端っこから端っこ行ってたからめっちゃ大変やった。もう全力爆速。本来闇たちも1曲目出るはずやってんけど、なんか間に合わへんからもう2曲目からでって言われて、しれーっと交じれて入った。だから何だっけ、そう大箱の足からしとんよ。まああのでもあのステージでいう半分こうあるやんか、こっからここまで全力ダッシュした。卒業の人とか全曲出演やからステージ、それで拝見、あそうそう今回は渚さんの卒業コンサートの時は下にあった。なんかさ、そのこの前のコンサートはさツリー立てたやんか、だからさあのなんかめっちゃ裏側が工事現場みたいになってんねやんか、階段が工事現場で見るようなやつやったからさ、あの何床もそうやけど、そうなんか地面にステージを立てて、地面にステージを立ててその上にあれって感じやったから、なんか実質ステージ2階みたいなもんやねなんか。そう客席とのねあれをね、高さをねつけないといけないから、じゃないと見えないもんね1階におる方とか、逆に見えにくそう。もう上からファン刺されるのってめっちゃいいよな、間近でチューンってなっちゃう。そうで、で1階に1階っていうかもう一番下に排気が置いて、もう階段上がったらすぐステージ入れるみたいな、あなんか沈んでしたでしょ。あでも私沈んでなかった、言うては2日しか使ってなかったし、使わへん、それを使わへん曲とかもあったから、まあ
うん、でもギシギシは言ってた、めっちゃ上からほんまに怖かった。もうあゆみたちさ、一回さ初めてのコンサートでさ恐怖体験あってさ、リハの時やけど、まあ、詳しくは言えんけど、それがトラウマでさ、そういう系めっちゃ怖くてさ、なんか一回やったからあやみは高くて怖くなかったっちゃなかったんけど、でも逆に上からのあれが怖い、圧が怖い。で上3、4人分ぐらいの圧を全部背負ってるわけやからさ、一回がマジ怖い、いつ崩れてきてもおかしくないと思って。あれやな、なんか一時期高いとこが苦手な時期があって、マンションとかもう9階ぐらいはほんまに腰抜けそうなぐらい怖くて、今はもうだいぶマシになってんけど、友達ん家がさもう15階とかやったからさ行き過ぎて慣れてんけどさ、それがなんか蘇ってきた。しかもいつもと違う光景の高さやったんよ。なんか前は柵少ないし、なんかあゆみたちが上でグワングワンしたらすぐ倒れそうな感じやって、まあ日本以下大丈夫と思うけど、だからそれも相まって余計怖かった。あのアミとさMC するときに3、4回いたりしたりした。あとは1回踊るときにさ4回かな、まあ最上階の1個下行ったこ行って3回かじゃ行ったことあってさ、恐怖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 マジで知らなかった。上の方で踊れて揺れる、いや揺れはせんかった多分いや怖すぎてマジで記憶ない。一人しか乗っちゃダメ、うん、踊るときは、うん、でも一番最後のなんかありがとうございましたのときはツリー一部屋に2、3人ぐらい入っとったね4回。なんかさアンコールとかステージあの幕のさ裏に待機してたんやんか、でも電気ないからさどこがどこかマジで分からなくてさほんまにあのえ待って目もあの目をさもう暗いところにやれるようにガン開きにした。どこや何番どこやってめっちゃ探しとった、うん、あと電気ないからさマジで真っ暗やった。もうほんまに暗すぎてやばかった。女神明けなみちゃんちょい怖いいやもうそんぐらいにしないと、もう真っ暗やったからほぼ自分の T シャツ白いから自分ちょっと白いぐらいしかもしもうそれが真っ暗やばかった。でも、まあ、スタッフさんが、うん、あれを持ってきてくれて、懐中電灯を持ってきてくれてやってくれてさ、うん、何だよ、どっかのコンサートの一番最初の曲はあのツリーから始まったからまだよかった。ツリーの裏側は
電気ついてんのよ、電気ってかなってるブルーライトみたいなやつ、暗いけど一応あの階段もあるしね、危険やから。常闇はな、本人も暗いからな、うん、前髪が変な形今日やから、めっちゃ目の中に入る、足が寒い、トイレの声がめっちゃ聞こえる、ゴマだな、雨がこっち来たからゴマや、もう女の子なんだから。今日何すんの、今日は何しようかね、特に決まっておらんねえ、まめちゃん自分の尻尾と戦ってる、自分の尻尾と戦ってる。早休みの宿題の外気役、え、それな、やったー、春休みの宿題あれやから、安全に帰って安全に学校に来るやから、あるある、小学校の時のあるある、これマジで言われとった、始業式とか終了式の日、終業式の日に春休みの宿題ありますって言われて、気分どん下げからの元気に来ることですっていう、本来ないけど先生が勝手に言ってるっていうね、ダメだ、豚まじめか、終わるか、終わんの、終わんの、あそこ初めて知った、そうそう、映画挟まれ、その学校ではごめんなさいはなかったわ、これあれよ、1500人じゃないよな、なんかさ小学校とかで時とかありがちような、夏休みとかの宿題に何々と何々と何々と始業式に元気に来ることっていう、よかった。うん、てか、え、そんな、あ、でも言って1時間経つくんか、そっか、10分で1時間経つから1万もりゃ、1万かもしれないことだから、別に学校来るまでに直してくれればいいらしいよ、学校は。なんか学校それとあかんわけじゃないねん、それでそれに学校にそれで来たあかんだけやねんな、だから春休み夏休みは別に染めていいらしい、そうそう、染めてこんかったらいいねんって、夏休みとかみんなめっちゃ染めてる、染めたい願望は特にない、じゃあ髪痛むの嫌やねんな、ただでさえ痛んできてるから闇、それがさらにちょっと痛むってなると困ります。毛先の方とかが
夏休みだと同級生見てる。え、これこういうの、こういうのはみんなもやってない。なんか配信してるっていうのはもうマジで数人、もう 2,3 人でしかやってないし、まあツイッターは監視されてるけどな、友達に。ツイッター監視されてる、そう監視されてんねん。え、ツイッターめっちゃ監視してるねって言われた。まあ別にいいねんけどな。ツイッター見られてとか、動画とか上げたらその人のおかげで再生回数がちょっと上がるってことやろ。なんかさ、今やみと一番仲いい子がさ、なんか、その監視してきたさ、このさ、隣の席やってさ、あの 6年中11の時やから、その子が、その人がなんか、え、なんかあやみのやつこの前みんなでなんか遊んだ時にめっちゃ全部めっちゃ見たでって、それをその子があやみに言ってきて、おもろってなった。なんかあやみーむが多分、あやみーむ本家よりおもろいって言ってたらしい。それは嬉しいこと。え、みんなさ猫ミームの真似するやんか。で、だから、で、なんかその人の名前かけ、何ミームやって言ったら、何ミームおもろってかけたり、ややミームが一番おもろいからっていう。あら、嬉しいこと。あやみーむ刺さったらしい。なんか、あと、おはよう、おやすみみ。おやすみみんゼミも刺さったらしい。そうですね。誰かが、うな、ま、なりなりミームマジで一番おもろいって言ったら、絶対その人か、まあ、一緒に見てた何人かが、いや、早見夢が一番おもろいからつって、早見夢のあれマジで再現度自分でも高いなって思った。今見て、でもその人には配信してること言ってないね。YouTube でさ、キヌガさん見て調べたらさ、結構これ出てくるやんか。でもみんななんか、そのあやみしかさ、サムネにあやみしか映ってなかったからさ、なんかそのそういうのじゃなくて、俺なんか公演なんだ、ライブのやつ見たいから、そういうのは基本見てないって言ってた。みんな、みんなって言っても言うて調べてんの2人ぐらいけどな。あんま知らん、なんかあんまでもアプリ言ってんのは2人ぐらい。もう1年生からずっと仲良かった子と、あの6年生の時にめっちゃ仲良かった。いや、その6年生の時一番仲良かった、今も仲いいけど、クラス離れちゃったから勝利機会なくなっちゃっただけで今は仲いいねんけど、その6年生の時に一緒のクラスで一番最初に言った、書類受かったのはまずその子にだけ言って、で面接受かったのをもうそのもう何人か、違う、書類受かったのはその6年生の子と仲良かったことを1年生がずっと一緒におる子に言って、で面接受かったのを、まあ、その他2人ぐらいに言って感じ。配信始めます、ポストしたら分かっちゃう。でもなんかよう分からんから、なんかそういう、なん
なんかそういうのじゃなくておもろい動画を探してるし、なんだショールームって何って感じだし、ショールームってかなんかあんまそういう宣伝系はちゃんと見てるらしい。キャッチフレーズしてくるやつだから、キャッチフレーズ今のところ見つけられてません。なんかキャッチフレーズってツイッターとかであんま書かんやん。なんかだってまだこの前さ、え、あやみってなんかなんていうん、挨拶みたいなのないんって言われて、って言われたから多分まだ見つけられてない。お前 TikTok、 でも TikTok あやみやってること言ってない。それフルスイングとかその分かる人にはさおーってなるやん。分からん人からしたら、まあ野球やってたら分かると思うけど、えってなる。なんかでも木野笠さんは絶対知ってる、みんな。うん、友達がさなんか最近あやみのこと調べすぎてさ、キノガサって言ったらすぐあやみキノガサ見る予測変換出てくるから、あやみあ、あやみだけじゃない、私の携帯であやみ幸男さんに買ってんねんなって言ってた。おもろ、てかさキノガサってさマジで珍しい名前やのにさ、なんでおんねんやろな。そんな、しかもどっちも世に出てる人で。別に知ってんの。一応なんか結構その子野球を見てる子やってさ、だからかもしれんけど、信じなきゃいけないじゃないですか。どっちもあやみどっちもちゃんと家族おるね。おじいちゃんおばあちゃん、ひいおじいちゃんひいおばあちゃん、どっちもおるから、兄弟も。でもさ幸男さんの年齢やったらあやみからしたらどの立ち位置になったりする、立ち位置っていうかどういう関係にあったりするんかしら。国民栄誉就活中一、でもさ宮城優のことを知らなさすぎてさ、カープ女子になろうって思ったらさ、なんか野球、まずさそもそも野球のあれを知る必要があるやんか、でそっから広島のことを知ってって、マジ多分1年くらいかかる。えっ、そう、ルールから息子の、ま、息子の孫じゃない孫の子供、ひ孫、あ、まあそんぐらいになるんか。へえ、あやみの家族でもみんな近畿おるからな今。あとね、親戚やったら、もし仮に親戚やったら、多分もっと話題になってると。え、さえフルスイングって言うけど野球のルール知らん、昨日がさやから、
その昨日がそうやし、なんか何その野球じゃなくてそのそっちをさんにかけてみたらって言われただけで特に今後はえでもひもでもさねその産む年によっては全然ひ孫もありえるけどな。えだって多分あやみのひいおばあちゃんとちょっと上ぐらいやで。それはない嘘ごめんめっちゃ嘘でしたか。分からん今何歳な何年に何年生まれ カープ女子じゃないもんあやみカップ女子のコスプレじゃないけどかっこオンライン話し会したことあるけど名字が一緒の方ですじゃ珍しいからやな絹笠がそもそも絹笠が珍しいからやろ野球マジで分からん知る必要があるんです。あやみちゃんひよばあちゃんでおらんかったらおらんねんあやみうんひよばあちゃんおるからあやみ今生きれてんねんひよばあちゃんおらんかったらおばあちゃんがおらんしおばあちゃんがおらんかったらママがおらんしママがおらんかったらあやみがおらんねんな。すごいよな人間って。卒業さん1947年ってことは今仮に2024年やからちょ一旦止まって止まって80何歳かな。暗算ねえしょうないやろしょうない。え？だって待って19やろ2あれ待って見間違えた間違えた間違えたえ間違えたうん謎にさ1024引いちゃったかも。あ、今やで。え、待って今さえ、何のやえ、ひいおばあちゃんより年下ってこと。え、ってことどういうこと。意味不意味不ペンペンを出しましょう。だってあ、出ない。何別にいいや。難しい。あ、2024か。1947やろ。あ、何やろ。2027引いてた。2027から引いてた。それはミスるわ。違う。そうやな2027年からさなんか1944引いてたから最後が逆になってた。そうそういう4桁系さ数を覚えんのが無理やねんな。てかあやみのそろばんどういったんやろ。幸代さんだいぶ過去に生まれてきちゃった
そうね、そうそう、そう、2027-1944しちゃったから83歳になっちゃった。え、77歳今生きてたら、あみのひいおばあちゃんより年下っていうこの現実をどうにか したい。未来、多分未来生きてた。え、だってひいおばあちゃんが80何歳になるとこやってたと思う。85ぐらい、いやそんな経たん、80でも80ぐらいやったから、でも、でも結構離れてるで。え、マジで。幸男さんってそんな、え、もっとさ、なんか今90歳ぐらいのイメージやった、なんかもうめっちゃ昔の方のイメージやった。へえー、すごい。後でばあばに聞いとこう。で、うん、誕生日になって今3月の29日やろ、12月27日、31日、2月29日、お、すごい。少し頑張れば、佐岡さんの日、おばあちゃんにすることもできる。え、どういうこと、どういうこと、どうやって、どうやって。ママの生まれた時間をいじれと。え、1月って31日まで ?30 までやったっけ、30までの気がする。待って、何、もうなんかさ、その月31か、31まで大きい。え、11月が30?今日あったかいの?やった、あれ、私これ生まれて5000日経ってるの。わ、30までか、じゃあ3日、あ、3、合ってるわ、からあ、そんなことなかった。なんか今450、4527日生まれて、何が生まれて、
4527日、もう経ってるそうです。私も自分の誕生日、自分の誕生日好きやけど3日下のことしか分からんから、もう自分の誕生日好きは自分の誕生日に気が行きすぎて他のことも分からん。2月が29なのも今年覚えてるよ。2月29日、だから12月31日までも覚えてる。あと大晦日が31日、10月も31日までで、10月も3、あ間違えた、3月も31日じゃあ誕生月は誕生日に舞い上がりすぎてその他が分からんだけ。だって10月の最後も分かるし12月の最後も分かる。夢の覚え方も、え、そうな、覚え方あるんやあれ。これはと、左山草むらい、なんやそりゃ、初めて聞いた。左、あ、西、左じゃない、西や、何でも左って言ったやろ。左ちぇ、頭の中ではな西って言ってんねん、西、まあ西って言ってんねんけど謎に口では左って言ってた。怖っ。次は上旬、そう、次は上旬、左向くに、あ、西、西向くどうってなる。11がどうあ、侍かこれ、あ、あ、侍やよ、見たらあ、2、4、6、9、11は31まで、あ、30までってこと。2も3あ2は1よ1よってこと。左向いたか。でもさ、ちゃんと北の方向を向いて立ったらさ、左西じゃねってない？ちゃんと北の方向を向いたらな、北の方向を向いてキュッて言って西。でも北のとこだなあかんからな、まず一旦北を探して、あ、北ここや、じゃあこっち西。それ北向いて西が左、左が西向いて西が左、まあ一緒。24611、30日まで。オッケー。ちゃうちゃうね、発見、新たな発見。あれって思う。でもさ、西向いたら左、間違えた。もう間違えた。左左向いたら西なのさ、西になるさやつ、なんていうの、一パターンしか、
と西向いて左西向いて左は南やな、そうやなもう西と左なんでこんな間違えんの、そんなことある、やば、11の武士、11が武士の神に見えてくるから侍、ああそういうこと、あなるほどね、確かにね、漢字で書いたら2つ合わせて侍なのか、左山ちゃん、左山ちゃんは左に山ちゃんがおるな、左山ちゃん、山ちゃんやば、あゆみの、あゆみの言い間違いのせいで西山の名前が西じゃなくなった、東さんになった、東じゃない右さん待って、もうやばい、あっやばいやばいやばい、東、東じゃない、東さんでもいいけど、左山、左山いいやん、なんか左眉みたい、字のレパートリー、東山ちゃんは逆になっただけや、ただ場所が逆になっただけ、北から右向いたら左、違う違う違う、矛盾してる、確かに右に、お前な東さんおるわ右に、で左に西馬で後ろにハサさん、待って、えそんなことある、来たって誰や、待って、わ待って、わかもやってしてる今、なんかさおるけどおらん、北に来たけん、ほんまや、来たけんや、来たけんにしとこう、代表曲先頭、 目の前に来たけん、右に東、左に西山、後ろに南ハサ、南ハサさんがいるよ、北村真奈さん、あそうしようか、メンバーにしとこう、今でも2週間だけか、10期で東南北出てくるかな、北側に賢治おるで、北県やが北側賢治がいる、東西南北選抜それ10期で行えるかもしれない、まあ、西おるからまあいっかってなるかもしれんけど、東南北が入ってきてくれるかもしらん、10期生で南と東じゃなくてもね、なんか東村とか東山とか全然あるからうん、南だって、南里とか、ももかちゃんが入ってきたら、それ嬉しい、また入りそうや、あ水仲良くなろう、北山健二、健二待って惜しい待って下線引いたらほぼ北健やん、だから だからケンちゃんは北県とか、北県ってこと、つまり北とか、あ北山さんとか結構おいしそうや、
北元北さんも北村さんとか、まあ、北はいいとして4人背中合わせで四方向いてずっと歌ははそう、じゃでもちゃんと本番前に方角確かめてその場所のだからコンサートによって向いてる人違うで、前向いてる人違うようにしよう。そのステージからの東西南北でみんなの立ち位置が変わる。なんかリハの間に決めないと。かあれやな、コンパスで確認するまでがもう振りそう、なんかちょっとおしゃれなさ昔のコンパスみたいなの使ってさ、眉じゃないね、そう、その時々でセンター変わる。果物に関する名前もやったら、あや色通りは違う、あの実は果物なのか、桃花さんとかもそうやろ、若菜さんの名は、あの安倍若ポンさんの方、安倍若菜さんの名はあれ何、植物判定あれはなんとかキラキラネームアイドルにはよりよな、なんかたまにこれって思うって思う、なんかたまにある、なんだっけな、この前なんだっけな、なんか折ってんな、なんかアイドルってさ名前も珍しい、なんか名字もさたまに珍しい、これAKBのキララちゃん、分からん。で同級生の世代じゃない、世代じゃない、今はなんかあれやな、子供が将来どうなるか分からんから、まあ、アイドルになるんやったら名前がキラキラでもいいけど、なんかあれちゃう、結構さキラキラネームでいじめられるっていうさ、なんかニュースとか多いやんか、ニュースってか話題が多いからあんましてる人いない、だから同級生は普通かな、うん、みんな一人珍しいけど、なんかまあそんな名前、初めて名前聞いた時にあ珍しいと思う、あなんかすごいと思うこと、あなんかあんま聞かん名前やなぐらいまあその時な、じゃあ何時まで配信するの、配信何時までしよう、キラキラネームで書類のトラブルが、ああ確かにな、そういうのとか難しそう、なんかさ漫画とか作り話やけどな、
漫画とかやったらさ、なんかそういう話とか言ったらさ、姫って書いてプリンセスって読むやつあるやんか。で、姫は普通なんか姫なんか姫な姫かとかさ、姫子とか結構いるからさ、なに、いやごめん怖がって逃げちゃった。南海とか言ってナンシーと読む名前、ナンシーはなんか怖い。だって穴場にいるねもう。あれは今考えてんのはなんかナウシカよ。風のためのナウシカやん。ちなみにはそのもうさ、あれもしさ自分の子供ができたとしてさ、生まれる前からもう決めようと思っててさ、なんかもしその子が女の子でも男の子でもどっちでも通用する名前がいい、葵とか、あやみさんの番です、いろんな意味で。さあ、あんまねとかもそういう人やな、葵とか、サチオやばい、もう着るがさサチオになっちゃうねん。他にはどういうのがあるかな。いや、アイラは友達に女の子も男の子もいたわ、どっちもいた。いやどうしよう、何時までやるのあやみ。うん、何時までやるんやろあやみこれ今日。そうそう、しずきます。クレープ食べて、あ、クレープ食べる。ケイトさんはキーネとかいろいろ、あー宿題ないの痛い。机にぶつけた。キーネね。いや確かに、トーはさ、音はさ、まあ分かる、とは分かる、まだ希望の木をけってな読まへんな日常では。あゆみたちはさ、もうケイトさんっていう存在がさ、もうその NNB ファンからしたらさ、ケイトさんっていう存在がもう常にあるわけよ、どっかに、もうどっかに。だからさ、一回あれやけど、初見でケイトじゃ読める人いないだろうな。ちなみは名前をし、あの名前を聞いて調べて、あ、こんな字なんやって感じやったから。そう、インドネシアンを剥がせますか、英語が話せないので無理です。そもそもの問題。ミカナさん、あ、確かミカナさんもね、ミカナさんって読めへんな。カナはカナはそのままやけど、望むが、テンナとかな。誰かな、マナミのマナのナーかな、テンナのナーは。アイもマナ、なんかな、開いた。あれ、なんでさ、
なんか音っていう感じをさ、名前で書いたら塔だけで読めたりさ、すんのやろな。不思議じゃない？ちょっと。お前ちょびんだって。あ、初見の方だ。しかもフォローしてくださってありがとうございます。にゃんにゃんさん、インドネシア語を話したら私はどんぐらい点数、英語の成績が良かったんやろ。ベビーメタル？なんかすごい美味しそう。確かにな、名前って一人向けたな。だって姫って書いてプリンセスが OK なら多分何でもありやな。なんかでさ、ピカチュウって読むやつもさ、昔子供いないかもちゃんと。え、待って、それ知ってる知ってる知ってる、なんか聞いたことあんで。それカステラ。ベビーカステラ。じゃあ多分ベビーついたら何でも美味しく見えるんやと思う。やばいやばい、よくないもう。でピカチュウ実在したのは知らんかった。なんかキラキラネームが流行るようになってから誰かが作った話やと思ってた。あやみはプリンセスも、プリンセスは誰かが作った話だっけ。ピカチュウ結構有名、悪魔ちゃんも結構有名やん。アワヒメはアリエル。なんかアリエルがちょっと切なくなってくる。アワになっちゃうからね。え、ならさ、ヒカルにはピカって、確かにな、そんなピカ。でマジ当て字やな。じゃあ先生も名前漢字かわいいのにな、めっちゃ。漢字見たらお可愛いってなる。うん、歌姫っていう名前をつけたらアドさん、もしくは初音ミクになるってこと。ミクって読むってこと。歌姫でミク、カタカナミク。歌姫でアド。ミクならもうカタカナミクでいいやってないけど。あやみがもし仮にアイリエル、アリエルって名前をつけれるなら、アワじゃなくて声にする。声に姫にする。声。パンダちゃんまだ可愛いやん。パンダって可愛いの、パンダ。そう、声、アワはさすがにアリエルが可哀想。もうその話に進めないであげて。ってなるから、声を奪われるしから声姫でアリエルにする。で美女って書いてベル。え、なあ、エルサは雪王かな、姫じゃないから、もう王様やから。あと海の姫なんかもあなって、美女って名前つけるのなかなかだけ。美女って書いてベルって読むから。雪女でもない、雪女でもないねんな、あのエルサ。だから雪の女王やかい、雪の
女か雪、雪女じゃないか雪の王になんでんな、雪王でエルサ。で、うん、海の海、海女でモアナ。雪のはもう雪のやから雪にの大喜利だよな、大喜利レベルになってくる。その夢の国のだけじゃないけどプリンセスのアリエルはそうやね、アバにしたらさ夢の国に置かれんねんな確か。あれやろ、あの原作はアワになるけどさ、原作ってかなんていうあれ、夢の国の方はさ確か王子様と結ばれてハッピーエンドやんのあれ。だからアワになったっけあれ。だから声を一時的に奪われるから声姫。しとこ。で眠るに美しいで、あれ眠れる森の美女オーロラや、オーロラ。ならマレフィセントもいるな。ディズニー、ディズニーだ、ディズニーはハッピーエンドした、泡ならへんダメだから怖い。え、シンデレラむずいな。シンデレラは魔法の輪かな、マーニ姫。それはでもさあれやな、あっちの魔になっちゃうもんな、魔姫は魔姫。美しい姫にしとこ。あー、トキ、あーそうやな、12時までもな、じゃあトキ姫でシンデレラや。ラプンツェルは神。神やばい。でアレンデ、あぶねー、アレンデ、アレンデエルサやし、しかもシンデレラ、ガラス靴でシンデレラ。あ、靴忘れる姫。か、待ってけ、長け姫嫌やな。もろ。確かに長いけど。8時半。え8時半、うん、気深いです、いやいや、何言ってくれるの。ああ仕事休みなんかなって思った。アラームも一回も鳴ってなかったし、トウコ、トウコ、トウコいいやん、塔の子、塔の子でラプンツェル。しかもちょっと可愛いのやばい、塔子、塔子、塔子、ミラボール来た、ミラボール、まあクリームパン脱出した。とは何がある、白雪姫はリンゴ姫、リンゴ姫か、白雪姫は白雪姫で良さそうけどな。まあでも他何があるっけ、アナ、アナ、アナのは何やろう、
バリ妖怪やから妖姫でもいいけど妖姫アナ、もうそういうことアナ一文字でアナ、少しも寒くない、それエルサやねんな、おあのうん雪姫、雪王の方、雪王、ママがクリームパンから脱出してミラーボールになったでミラーボールって言えばママがね、にぎやかだからママさん、ごめん、おはようございます鏡の玉ミラーボール、ママ急げって言われてるまあもうそれだもう急がないもう急諦め、いや1時間あの遅らせたから、ああ急がない急がうん、もう最悪初めて寝坊してんけど、おおデビュープラス思考初めて寝坊した、でもさ、なんか遅刻した時の感覚ちょっといいって言うやん、新鮮で、新鮮じゃないよ、初めての遅刻、遅刻初めての遅刻や、新鮮だし、それ配信中なんやばいよな、でもほんまに配信中やんはず、俺も寝坊した休みやけど、みんなにママが寝坊したこと知られたやんもう、あさ確かにヒーロー主人公は少し遅れてやってくるプラスに捉えてくれすぎやろ、ヒーローは遅れてやってくるやから、あみちゃんも交通費もらうとほんまや、ゆずぽんのお母さんも寝坊してんのどこ、なんかやるって、え、多分ママ名前って言ったっぽいで、あ、ママ名前って言った、多分なんでみんな名前って言ったよ、マミママ遅刻って言ったっぽい、遅らせたって言ってたし、寝坊寝坊、頑張れママ、髪の毛、今日の髪の毛もいい匂いですわ寝坊姫、髪ってつけた理由何やったっけな、なんか彩り実りのある、え、なんか闇の人生が彩り豊かで実りのある、なんか何とかかとか、ミラーボールマン参上って言いながら職場移動してやばい、髪いいクオリティで、シャンプーがめっちゃ好きやねんな、自分の家のシャンプーの匂い、しっかり見ろね、しっかり見らして、シャンプー何使っとるの、何だっけ
なんでシャンプーやったっけ、ママ。なんてシャンプーやったっけ。青いシャンプーじゃない方使った。赤いシャンプー。そう、昨日青いのなくなってたから。赤いシャンプーは、え、商品名よっていいの。シャンプーはいいんじゃない。あれだってここでロマンドっていうのと一緒やろ。それをね買ってくれる方がいはるかもしれない。結構サラサラになるし、いい匂い。そう、みんなが真似して返す。結構いいやつかもしらん。うんうん、いい香り。店がなくなっちゃう。まあでも薬局とかじゃない、なんかシャンプーいっぱい売ってるとこって。でみんなこれ薬局売ってるかなって薬局行って、その薬局がなくなっちゃう。なんて名前？え、あ、これはボトルワーカーで、裏になんかカタカナで書いてた。なんかいい、なんかいい、なんかでも二文字。ドア閉めて。だって鼻噛んでるのも映る。ママのくしゃみ映った。オッケー。花粉症大丈夫。マジで花粉症大変。鼻声すぎてさ、自分でも何言ってるか分からん時あるもん。ひどいよね、花粉症って。本当に辛かった。シャンプー？うん、またショールームとかで言えたらいいよね。また分かったら。ラックスなんだ。休憩生活者メンバー私です。はい、私もそのうちの一人です。何人かおる多分。のみちゃんいいよ。あ、いいよや、それや。え、カタカナ2文字、赤いボトル。じゃあカタカナじゃ2文字読み方、赤いボトルって言ったらいいよが出てる。すげえ。シャンプー赤いってあんまおらんのかな。おらんってかあんまないんかな。え、でもさ、あやみがいつも使ってるわけじゃないやん、これ。うん、あやみは公園の前の日とかに使ってるさ。勝手に使って。ママのやねん。うん、あやみのは水色やん。でもなかったやん、あやみの。だから水色がなくなったから今それ使ってるだけやん。うん、だからいつものあやみのやつじゃないで。うん、みんな騙されないで。うん。でもそっちより水色もサラサラになるって。うん、水色もサラサラになる、うん、けど匂いこっちが好きやねん、あやみ。
どっちも好きやけど。これどこで買ったん？ドンキだそうです。皆さん NNB ホテトショップ、あ、NNB ホテト劇場の上のドンキで。まあまあ住んでるそれ。マジで？らしい。いいよ。クレンジングリラックスメントシャンプー。内側から輝きで満たせる髪へ。クリーミーな泡で優しく地肌がスッキリ。髪は滑らかに洗い上げます。地肌潤い、髪滑らか。ローズグリーンの香りだって。絶対いつもの方を教えた方がいいやん。じゃあいつもの方も教える。いつもの方はあのウェルシアでしか売ってなくて。愛車してる？あ、こっちだね多分。あ、これか。まあここはまあ大丈夫でしょ。だって学校書いてないよな。なんかじゃお客さん全員のシャンプーで言ったら会場がいい香りにする。確かにな。いいよです。シャンプーのピロピロ剥がしてない家やって思われる。シャンプーのピロピロって？シャンプーのピロピロ剥がしてない家やって思われる。ああ、上剥がしてないな。これも剥がしたら商品名なくなる。これめっちゃいい。これがほんまにいい。こっちの方がもう。これ見せた方がいいな。このピロピロにした方がいいよな。髪の専門研究40年して出来上がったシャンプーだそうです。あ、濡れた。がこのココンシュペールインナーコンフォートシャンプーです。これほんまにいいし、え、これめっちゃ良くない？ママだけ？めっちゃいい。サラサラなるよ。ノンシリコンってどういうこと？なんかシリコンが入ってない。そっちの代わりはいい匂いです。ちょっと待って、匂いかかへん。あ、こっちももういい匂いですね。こっちはいつもの匂い。いつもの匂い。2回言った。これもうなくなったから買いに行かないと。さあ、昨日だけじゃないけど、あ、スルン。シルクだそう。サラサラエアリー眉ビューティー。ココンシュペール、これがココンシュペール、ココンシュペールインナーコンフォートシャンプー。でも企業名はココン、ココンシュペールです。ココンシュペールイオ。なんかすごい紫。あ、垂れちゃう。イオの方が覚えやすそうやな。皆さんこれシャメ取っといてくださいね。ココンシュペール。はい、せーの、カシャ。はい、はい、続いてこちら、こちら、うち。はい、せーの、カシャ。まあ、イオは覚えれるからいいから。でもイオってさ、赤いボトルでも3種類ぐらいあんで。ねえ、同じの使ってもらおう。種類どういう分けられ方？え？どういう分けられ方？なんかリラックスと、うん、あ、こっちはこれリラックスメント。なんとかメント。あら、もう9時。お前もそろそろ仕事の準備して。
マレコンディションはあるよ、あるけど同じやから持ってきてないでもこっちはトリートメントが好き。ママのスタジオ、あ、ここにある、ママのマイクルーム、それは鏡の、うん、使っていいよ。鏡のメイク道具使ったら真っ白になっちゃう。そういうことじゃない、アイラインとかの話をしてんのあとこの色ないし、あやみのフレッシュメント、クリアメント、リラックスメント、先生調べんの早いな。探偵がおる、探偵が探偵誰、ヤモク、やっぱりそうかなと思う、さすがやわ、探偵、探偵、ヤモ探偵、ヤモ探偵が、ヤモ探偵がある、少ない情報からみんなに情報をくれる。ありがとうございます。ママが昨日なんで寝坊したかの理由、あ、ちょっと考えてみて、わかるやんな。わかった、何言って、はい、ルームスをあげてくれたから、そう、あやみがあげられないルームスの動画、あやみがわからへんくてあげられへんって言うから、まあ、マジで1時間半ぐらいかかって、2時ぐらいまでルームスと格闘して結局1個しかあげられへんかったんけど、わからんくて、うん、ありがとう。だから、うん、寝るのが遅くなった上にルームスのなんかさ投稿時間かかるやん、うん、かかる動画、それを待ってたから目覚ましもかけず寝落ちしてました。ありがとうございました。寝坊は寝坊つまりは娘のせいで寝坊したっていう、うん、目覚ましをかけなかった自分のせいで寝坊してんけどでもな、遅く寝ちゃったもんな、あやみのせいでな結局あやみのせいや、あやみのためにな、うん、なんかしかも1個しかあげれてないっていう、1個あげたって言った1個あげた、ママが頑張って格闘して1個あげた、あやみ夜中に、悪いのはルムスらしいです、確かにママにじゃあ、あれやんな、駄菓子屋さん行こう、いらんお菓子、いらんの、お菓子いらん、ダイエット、そうやで、ママダイエット頑張ってるって言ってるわ、言ってたわ、でも寝坊しましたって、あの、あ、でも職場の人も寝坊しましたって出ました、あ、寝坊したんで1時間後に行きますって言った、うんうんうん、よかったです、よくないけど、10円ガム何味がいい、いらないよでもガムっていっぱい噛んだら痩せるくらい、なんか言うの、顎動かしとけばいいみたいな、うん、でも10円ガム美味しくないよ、アミが美味しいガムがいい、でガム読まへん、ガム読まへんガム食べへんな、食べへんの、うん、へえ、スースー食べられへんもん、10円ガムでもスースーちゃうで、10円ガムの話してないって33で10円ガムしょっちゅう食べる人いないよ子供ちゃんだけよ、大丈夫だ、子供ちゃんです、美味しい、美味しい、10円ガム美味しい、いちご味が好き、あ、でもあれは好き、あの丸が6個ぐらい入ってるガム、あ、それそれ10円で買える、うん、1個10円だよ、あれ、そう、ね、これはキャラが変な顔色、今日よく寝たからか、いっぱい寝た、いっぱい寝た、さやな、いっぱい寝たな、6、7時間やばいな、なんでなんで職業謎やねんな、おもろいさやな、あやみがでもこの間ライブで言ったやんな、公園で言った、うん、でもちゃんとも言ってない、ママの職業は声声ですとは言ってない、でもこれってことはもしかしてママこれなんじゃないっていう、ママこれ
かしいんだけど。いやそうやんな、マジでさ、あの庭丸の会議の日の目標を何一瞬万を7時に起きるにしようかなと。あ、そうすればよかった、うん、ってんけど、うん、仕事の日は一緒に7時に起きる。7時に起きるメリットが早起きは三文の得。ママ毎日配信入ってくんで、そしたら別にいいよ、うるさいやん。確かに早起きは三文の得。7時な、7時半でいいね、ママ起きんの、うん、確かにな。ママがそんな早くに起きてメリットとは言えばってなんやろ。今さ、ママの職業を調べてくださいって。わあ、怖ーい。よも探偵よ。よも探偵も知ってるかもしれない。確かに。まあ。ちゃんと早起き しないとね、得したことない。でもみ結構あんで早起きして、なんか今日何時からやってたんっていうか配信。7時。え、もう2時間やってんの。え、2時間そこで喋ってるの。怖っ。一人で怖いって。すごいな、あんた状況把握したらちょっと怖いよ。赤さんも個人個別で朝配信すれば見てくれる。みんなあやみちゃんの前に15分ぐらい。ああ、やだから6時45分 に無理です。から15分してまた寝る。無理です。てか寝坊していってんのに化粧ちゃんとして出たら何やこいつ泊まれるか。寝坊メイクぐらいでしょ。でもああ、急いできました。急いできました、メイク。急いできました、メイク。ママの職業、地下アイドルかなえって地下アイドルあれ持ってたらすごいな。あ、惜しい惜しい。惜しくない。スーポしか歩かんお仕事。それ覚えてくれてんねや。え、最近の研究では早起きは健康に悪いですよって。でも早寝早起きはどうなん。いっぱい寝てるやん。早寝早起き、いやもう早起きは健康に悪いんや。あのさえ、すごい、もう2万4000とかなってるやん。盛り上がり、うん、すごい。2時間やってるからすごいな。まだみんな1回切って戻ってきた人が、笹岡さんは我々にとってユキリさんみたいなのを言う。なんでそんなことない、そんなわけないやん。でもアイドルやりたいわって なったアイミー見てて楽しそう。うん、ママ向いてる。じゃあママは YouTuber とか良さそう。元気役ミラーボール。元気やからミラーボールチャンネル。とにかく元気、ミラーボールチャンネル。寝すぎが体に悪いねんて。じゃああかんやん。へえ、何時間ぐらいがいいや。じゃあ遅寝早起きってこと。クリッチさんや、遅寝早起きしんどいやん。遅寝遅起きにしよう。それは寝すぎになっちゃうで。でもそっか、うん、なんかどうした。ミラーボールやねんけど、うん、回って、うん、時々そういう、うん、時々さ、そういう、それはわかる。ありがとう。あ、寝坊しちゃった。くし、はい、くし返します。ふとふーってなんで。それはわかる、あゆみもなる。何の計算してたんこれ。え、あゆみが生まれた、あゆみが生まれてから4527日、今、うん、キリ割る、あと473日で5000。あと1年、あと1年ちょっ ちょっとまだまだやな。あと土屋さんが生きてたらの年齢。ああ、そういうことね。うん、ひいおばあちゃんより年下やった。ひいおばあちゃんより年下、うん、ばあばのお母さん、ばあばのお母さんの年覚えてる。うん、今多分は今今って今でも幸男さんが今生きてたらの何歳。77歳。77歳
歳、うん、え、そんな若いらしいで。衣笠幸男さんって。1947年生まれらしい。そうだ、うん、何日が5000日ですか。生まれてから、あやみが生まれてから5000日で473やから、うん、今から1年で、3月29日でなんかさ、計算できるサイズあるか。日で、どっちの方が早いかな。え、あと8、え、だから8日やから30、31で、4月4日かな。4月4日があやみの5000日な、うん、多分。え、嘘、ちゃうと思う。全然違う、4月6日。え、今4000、え、待って、今4895日。え、なんで何の計算してそれが出てきたん。なんで、まず365日を、うん、あ、待って、13歳か今、うん、12年でやってた。今で4895日。そりゃおかしいわ。うん、おかしい。4895、つまりあと105日で105日やから、うるう年、そう、うるう年やけど、あと105日、5000日になるのは7月12。おお、うわ、7月16日がよかったな。え、でもこうやって初日含む、生まれた日含む部屋んな。初日は0日やんな、0日目で次の日が1日目やんな、だから5000日目が7月12。うわぁ、あとよく遅かったらな。まあな、1年と5000日がママ時間大丈夫、ママ時間大丈夫やね。もうあの1時間申請したから、逆に1時間余裕持ったみたいな人になってる。7月16日やったらかりえさんの誕生日と若菜さんの誕生日、卵かけご飯とか食べちゃおうと。いる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 、どんや、そう、あやみの5000日目が重なる。いやあ、それこそ誕生日か。あ、うん。ひゃ、ああ、惜しい。あとは仲いい友達も7月16やねんな。DKG 食べるで、今から。自由度が高いままの仕事。え、これどんどんメモされてるで多分。数歩しか歩かん仕事、自由度が高い今まの仕事。5000日お祝いしよう。しよう。で、5000日が13年と。8ヶ月か、3年と8ヶ月やから、つまり1万年は、あ、1万年じゃない、死んでる死んでる、いなせん。1万年とか地球どうなってるかすら分からへん。もう1万日は、あ、じゃあ1000日や、え、あ、じゃあ1万日は26歳、1万年やばいな。あっち、あ、待って、27歳4ヶ月ですね。もうすぐ味噌汁じゃん。この頃には LNB 続けてるかな、まだ27歳ってこと。ああ、すぐで1万年はやばいやばい。地球がどうなってくるするからもう予想できひん。怖っ。
ママがなんか言ってる。つまり27歳の、あ、じゃああれか、27歳の今ぐらいが1万日かも多分。そうやな。めいちゃんどんな音なんやろ、 Wi-Fi はどんなんやろ。でもメイクさんにさ、なんかもう買う音なくなってきてないって言われてさ、いつぐらいになったらツインテールがアンバランスな顔になるんやろ。ツインテールは一枚とっても可愛い。ありがとう。メイクさんにさ、なんか最近めっちゃ大人っ顔になってきたんだ。うん、パパに、パパにまた似てきてる。言い方よ。もうちょっとさ、ちょっと歩くね。もうちょっと言い方、ちょっとご飯、ご飯あげる。リピート。リピート？うん。お醤油ください。まだいいけど。TKG。TKG。TKG。顔は21歳やって。顔は、そや、あやみありや、顔診断21歳のやった。女の子は父に顔が似るっていう。パパ、なんで小声なん。名前を言ってはいけないあの人みたいな。なんでやねん。あの人。あの人に似てきてる。あの人に似てきた。あの人に似てきた。ラジオの自己紹介はあれなんかミスちゃってん。あ、全然リーディーちゃうで。どっちものいいとこ取りをしたらしい、ママ曰く。いや、わかる。ココナに見えるときある、あやみで、マーヤに似てるときもある。うん、アミのさ、ココナさん感がある。醤油ください。アミもココナに見えるときもある。いや、でもあやみの方がココナ。なんかアミの、アミとなんかココナさんのあのちっちゃい頃のおまんじゅうみたいなやつ。あ、そうそう、あれめっちゃ可愛い。可愛いの、うん、癒される。出汁が出てよく出る醤油。いや、でも見せんでいいってはず。紹介すな。ボトルにカツオが入ってるタイプ。なんか美味しそうこれ。あ、もうそれ1年経ってもう疲れるから、そういう。じゃあもう早く使い切らないと。おかけご飯最高。 TKG チチ TKG TKG。 あ、すいません。ななななな、うん、味がよく出てます。美味しそう。でもこれ中身あのなぎちゃんの佐藤のお醤油やで。そうなん。うん。もろ、うん、私はあやみちゃんに癒される。よかった。初見ですの人がいる。うん、たら充電なくなるか。お父さんかわいいん。うん。21歳と同年代になれる。え、どこ？